あ、皆さんこんにちは。こんにちは。え、今日はチョルさん、はるばる大阪から電電丸まで来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。電電丸のお客様とか、はい、あとは視聴者さんとかがですね、空のボンバタシリーズの差をですね、はい、あれがほとんどていうか全て5フィート台かそれ以下っていう感じじゃないですか、うん、長くてもアベントゥーラの5級ぐらいまでみたいな、はい、なんでなんだろうなっていうお客さんが結構いてで前ちょっと、ね、お話しした時にブラジルとか行った時なんてもうほとんど6フィート以上の差は使ってないみたいなお話もしててカメラの前に語ってもらうっていうことでお客様と約束しましたんで視聴者さんとなるほどで今回ちょっとその理由とかをお話ししてもらおうかなと思ってよろしくお願いします要は、はい、有効部分を、はい使って余分な部分を省いてるってことですよ。だからフォアグリップもないのはそういうわけです。で、あ、なるほどですね。あ、ここがこのフロントがないっていうのもそういうことですね、はいはい、でジャークフロントのあれは、はい、動かすんで肘より出てもダメなんですよね、はい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 、こうやってファーミングした時に、はい、肘から出ない感じ で、はい、でかつそれで重量が前と後ろが50-50 になって重心がリールの下にあると、はい、軽く持って軽い力の入力で動かせれる。うん、ただそれだけのことです。あと、はい日本のロッドはほとんどティップが上か横かばっかりなんですね。はい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 、でそうすると、はい、握りがこう小指からこう握って力入れる感じなんで、はいグリップがこのタイプが多いんです。あ、こうやって出てるタイプですね。はい。はいでショートロッドの場合はもうティップがそもそも下が多いですね、はい、下が、はい、あこうやって動かすってことですね、はいはい、でこう持つ場合は、はい、その手に沿った形でいうと、はい、この ACS、はい、この形になってる方が手にしっくり合うということと、はいはい僕身長171センチで、はい手をこう楽に垂らしてここのリールの位置で、はい、竿が45度はい、以上の角度をつけようと思ったら、うん、もう 5.3 フィート以上だともう角度これ以上つけれないですよね。はい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 、はい、でグッて引いた時にこうルアーをギュッギュッて引く感じですね。はいはいはい、ふにゃふにゃこう揺らしてやるペンシルのアクションとかではないんですよ、はいはい、キュン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 って力入れてポンあとフリーにさせてポンっていう感じなんで、あのアクションを出すためってことですね、はいはい、入力にダイレクトにパワーを伝えるために、うんなので100アメリカ人180、190があったら、うん、6フィートあってもいいのかなっていう感じがしますけど大体、はい、日本人の身長の標準170センチだったら、はい、この長さなんですよ。ああ動かしやすいですね、はい、なるほどですね。あとですねボンバタシリーズのもう一番の特徴というか、はい、メリットというか、はい、あれでバランスがとにかくめちゃくちゃいいって皆さん言うんですよ、はい、こうやってやったらこう止まるぐらいの感じでって言って、はいはい、で使ってたらやっぱ快適っていうかストレスがやっぱないんで、はい、で他の差を売ってこっち揃えたっていうお客さんも結構いてそこら辺のそのバランスの良さっていうのもやっぱり関係してくるんですかね。今のその短くしてこうバランスを良くするみたいな、はい、もうそうです、はい、もうそれが物理的に合う位置なので、はいちょっとでもずれると良くない竿になります。あなるほどです。だから作るの非常に難しいですなるほど、はい、ジャークロッドはね、はいその作る、遊びの幅が極端に狭いので、はいはいはい、違うことしちゃうと、うん、全然使いにくいロッドになります。ああそこをかなり気にしてやってるもんで、はい、ってことですね。思いっきり気にしてますね。あもうこんだけの差を何回もどっちにしようかなっていうこう、うんこうまあ、最後味付けの部分もあるんですけど、はい、だいぶ何回も作り変えますなるほど。サンプルめちゃくちゃ出るんですよ、はい、なるほどですね。で今アマゾンとか行った時のその動かすジャークの動かし方みたいなお話をしてましたけど、ええ、それはその日本のナマズゲームとかでも結構有効なんですか。あもうそれは全ての釣りに言えます。あ全ての釣りに関して有効ですね。ああフィッシュイーターというか、はい、彼らに対してロッドでルアーにアクションを与えるっていうことが、うん、もっと重要だっていうことが分かりだすので、うんショートロッド持った人めっちゃ釣るじゃないですかそうですね確かに相対的にはい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 、まあはい、僕は今すごい波が来てるというか、はいこれからすごくそれが認知されていく時代が来るなと思ってます。うんなるほどですね。でなんかナマズ釣りって線の釣りから皆さん入るじゃないですか、はい、ポコポコポコってこうやって追わして食わすみたいな。でそれをその点を意識しだすと、うん
ボディにしっかりこう食わせれて、はい、でキャッチ率も上がるというふうになってくるじゃないですか、はい、でまさにこうペンシルで生のするとか、ね、あのペンシルバグも結局そういうことですよね。あのバグとしても使えるんだけどペンシルみたいな動きも加えれるっていう、ね、そこで強いアクションにして緩急をつけてですね、うん、より強く食い込ませるというか、はいはいはい、ただ巻いてるだけだとこう触りバイトみたいなのも、はいはいはい、そういうのをもっとこう食欲を沸かせるというかですね、うん、リアクションを強めるっていうか、はいはい、そういうことができますよね。できます、できます。だから線の釣りなんですけど、その点が連続しとるっていうことを意識した方がいいですよとお客さんにお話しするんですけど、まさにまさに こういうふうに動かしながらジッターバグとかでも、はい、食わしたり、もう最後は究極はあの、まあ、超人対談でもお話ししてくれましたけど、はい、カップがない状態でもいいぐらいだろうっていう。そうですね。もう皆さんでもやっぱちょっと竿をギュッと持ちすぎですね。あ、竿の持ち方の話をしていただいて、はい、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。いいですかね。これもうお客さんも視聴者の方々も喜んでると思います。あの強ジャークをするって言っても、うん、全然力入れてないです。はあ、はあはあ、ルアー皆さんその。結構いろんな方とお話されてたら、うん、感覚が逆で、うん、ジュポッて引くその力が、うん、まあ今できないんでそれをやっていきましょうということを言うとそれが重要だと思うんですけど、うん、それは気づかせるためのアクションで、うん、その後、まあというかたるみがいるんですね、うん、あの糸がフリーになってる状態が、うん、魚が食うバイトチャンスなんで、うん、あなるほど、はい、あのアマゾンなんとかだってこうやり始める人は、はい、遊び作ってないんですよはいはいはい、はいロッドってその、はい、僕いろんな人にこうレクチャーしたら、はい、引きっぱなしなんですね。あテンションつけっぱなしでこう、はい、つけっぱなしなんで、うん、それが、竿を戻してっていう理由が、うん、どうもわからないみたいでなるほど僕もどうそこを説明したらいいのかなっていうので、はいなぜこのロッドがこう50-50になってて、はい、こう肘に当てるかっていうと、うん、反動で勝手に変えるんですよ。あーなるほどポンポンポンって感じ で、はい、でそこに、ラインのたるみが生まれるんでチュポンチュポンってなるんですけどそれをギュッと握っちゃってギュッ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 って引いてたらもうぐんぐんこう引いてるだけなんでそれには魚食わないです。遊びがないってことですね。遊びがないんです。あーなるほど。なので、うんまあ、他のロッドとちょっと柔らかいティップがついてない感じのこう、うん低弾性なのにシャキッとしてるっていうこの感じのロッドの特徴としてはここに当てることによって肘に自動的に遊びが生まれてもう意識して竿を返すのは無理ですよね。もうはっきり言ってこうなんて言うんでしょうあの自分の力で自分の力でこうわざわざ一回一回こう力で返すなんていうのはもう無理なんでその軽く持って反応を利用するんですよ。パンパンパンってパンパンパンっていう感じでパンってパンってやった後の返りがみんなギュッてこうやって握ってやってるから返ってないんですよ。あなるほど。でそれがこう遊びが大事っていうことがもう言うたら、うん、ルアーはやっぱ一番ほっとけ気づけばほっとけが釣れるっていうことが分かれば、まあ、飛び岸とかもそうなんですけどあ動かした状態でそれがフリーになった時に高く、はい、無防備になってる状態に食うんであなるほど。動かしてる時は気づかせるためのために、はい、あれなんで、うん、あのよりその遊びが分かれば、うん、ちょっと基本動作がこうもう僕らでこれ1本ぐらい空いてますもん。ああもうほんと軽く、はい、軽く持ってこう、うんはい、叩いたこのシーソーの反動で動かしてるだけなんで、うんうんうん、じゃないと1日10時間これをやり続けるなんて無理なんではい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 、もう言うたらもうこう引っ掛けてるだけみたいなところありますよね。ああなるほどですね。はい、はい、なるほど。なんかライオ釣りとかでもこう誘いのアクション、食わせのアクションで分けて考えるところがあって、はい、そんな感じですよね。誘って呼んどいて食わすみたいな。まさにそうです。まさにそうです。もう全てのルアーはそうですなるほど、はい、あと今のアクション分かりやすく言うと、あのドラムのスティックでこうやって軽くパンパンパンってこうやって地図にこうやってパンパンパンって叩きますよね。そうですそうです。あのイメージですよね。そうです。あパン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 みたいな。ドラムも肩もみも力入れてたら何時間も演奏できひんじゃないですか。できないですね。確かに確かに。こう軽くやりますね、はい、思いっきり叩いてるようで実はもう手はもうフリーじゃないですか。全く同じですよ。なるほど。上手い人ほど竿をふわっと持ってます。ああなるほどですね、はいはい、脱力の心じゃないですか。脱力の心です。はいなるほどなるほど。種類が今ボンバラシリーズっていうのはアベントゥーラがあって、はい、号泣のアベントゥーラがあって、はい、ピメンタが号5のピメンタがあって、はい、でモレーナがあって、はい、ロイラがあって、はい、であのクーパースがあってみたいな感じじゃないですか、はい、極端にアベントゥーラがこう強かったりとか、はい、いろいろあるじゃないですか、あれなんか使い分け的なものっていうのはあるんですかね。まあそれはもう
自分がその何がいるかわからない国に行って、はいはいはい、とりあえずパワー帯だけ分けとけば、ああパワー帯を分けるみたいな考えですね、はい、どれかがどの釣りかにはまるんで、はいはいはい、とりあえずまあ全部揃えると一応世界行くのに不安はない、ああいろいろ使えるところですね、はいはい、ロイラはあの前大阪フィッシングショー限定みたいな感じだったじゃないですか、はい、あれの時お話聞いたんですけど、モネーナはやっぱり基本でここから始めてくださいって自分も言うんですけど、日本の釣りだとオーバーパワーになっちゃうような場面もあるもんでっていうので、でロイラをなんか作ったって話を聞いて、ただそうですね、はい、すごくアクションを練習するためにはロイラから始めていただきたいんですけど、あロイラから始めてくれる気がですね、はいはい、でもナマズとかの場合、まあ、抜き上げもありますし、その竿に慣れてないっていうのもあるんで、はい、ナマズから行く場合はもう僕はもうモレーナを推奨してます、はい、まずモレーナから始めていて、はい、でちょっと柔らかいのが欲しいなと思ったらロイラを揃えたり、はいそうですね、もっとパワーが欲しいなと思ったらピメントを揃えたり、はいはい、でネット上とかでも、うちのお客様でも、視聴者さんでもそうなんですけど、あのピカパンをあの復刻してほしいなっていう声が結構あるんですけど、そこら辺の感じで、ロイラはね一応限定だったけど、まあ、復刻というかレギュラー化したじゃないですか、はい、まあその可能性とかなんかその障害とかいろいろちょっとかなりリアルタイムの話なんですけど、はい、もう直近に発表いたします。あそうなんですか。この動画が出る頃にはどうでしょう、もうすぐ出るんですか、ね、いや多分2週間後とか3週間後です、ね、あ本当ですか、はい、と、はい、あじゃあもう、はい、言っておきます。あのタマンドは56というのが出ます。ちょっと車から。名前が変わっちゃうんですか。ピカパウじゃなくなるってことなんですか。そうですね、まあ、近くて皆さんのそのクラスが復刻してほしいということであればドンピシャなんですけど、ただあれはもうチタントルザイトの高いガイドがついてて、誰もここまでこのパワーでここまで軽い差は作れないでしょうっていうロッドだったんですけど、やっぱりずっと結構あれから 4,5 回アマゾン持って行ってるんですけど、やっぱり釣り以外でどうしてもガイドがロッドケースでバンバンバンとかなったりしてこう出した時にちょっとずつこう寝たりとか、あのそういうのがあるので変形したりする、はい、まあ釣り以外の移動がヘビーデューティーなんで、やはり他の、モデルと同じようにダブルフットの方がいいなっていうのもあったんですけど、まあそういうのを、高弾性でやっぱりモレーナとか近づける感じで、今使えるよりベストな素材を使って生まれ変わるという感じですけど、なるほどです。で使用感がやっぱりだいぶ違うんで、もうモデル名も変わりまして、あで名前がピカパウじゃなくなっちゃうってことです、はいはい、これですね、でこれがあれですね、プロトモデルというかもう完成形、製品モデル、あこれ製品モデル、タマンドア56、あタマンドアって名前なんですね、はい、タマンドドアなんですけど、タマンドア、はいはい、タマン変な名前なんですけど、大アリクイって意味ですね。あ、アリクイですね。こうやって、はい、アリを食べるあの小さい、アリとかの、はい、ティップのそのアクションを出しながら、うん、ボディは大アリクイのようなトルクがありますよっていう。なるほど、タマンドア。で、より軽く、よりパワフルにっていう。うん、あ素晴らしいです、ね。はい。で、バットはもう8軸で補強してあります。8軸カーボン。前初めてピカパウをご案内いただいたときに、はい、結構この長さとか、はい、この感じとか、なんか全部テルさん の理想ですっていう話をお聞きした覚えがあって、はい、あの時にまさに軽さを求めて、日本で、僕も当然1本持ってますけど、はい、今でも素晴らしい、これが出たとしても素晴らしいです、はい、軽さという意味では、やはりお金に糸目をつけず作ったんではい、はい、これが出たとしてもいいロッドであることは間違いないです。後継だから前モデルだからちょっと落ちるじゃないです。むしろ軽さで言うならあれはもう唯一無二究極です。あ確かにちょっと金額が高かったですもんね、はい、はで今度逆に安くなったんです。あ逆に嬉しい、はい、まあ、ちょっと持っていただいたんですけど、はい、あめっちゃめちゃ安いですね、はい、あの日本の釣りの方にはもう逆にもうみんなドンピシャだドンピシャですね言うと思います、はい、だいぶかかったんですけど、はい、まあ、そういう構想は2年ぐらいありまして、あなるほどですね、はい、でもかなり喜んでると思います。やっぱりピカパウ皆さんすごい評価高かったんで。そうなんです。これもゴーダラが出るっていうのはスラガの会社的な問題で、まあ、そこら辺をこうモデルをこう一つ廃盤にしなきゃいけない、うん、
という状態だったんで、うん、僕の釣りに関しては、うん、絶対にいるロッドなんですね。はい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 、あの、まあ、バスタックルで揃えたら、まあ、10本の中に1本だけグラスロッドとか入ってくるじゃないですか。はいはいはい、もう逆バージョンですね。全部低弾性なんですけど、うん、やはり高弾性が必要なルアーとか、うん、そういうルアーアクションが必要なものとか、うん、あるので、うん、逆に高弾性を1本入れる、1、2本入れるっていう感じなんですよ。なるほどですね。低弾性ばっかりだったらこうやりにくい場面も、うん、やはり絶対ないとはないので、うん、あのシリーズの中にこれ1本入れとけば、ちっちゃくてこう小気味あのアクションこう出さなきゃいけない時とか、こうフリップで反発でこうちょっと距離を出さなきゃいけない釣りとか、はいはいはい、そういう場合にはやはりどうしても必要な、あ、5、6なんですね。ピカパは5、7だったけど、そうです、ね、これは5、6なんですね。5、6ですね。でもあれに今相当、あの位置に相当するというか、そうですね、クラスでいうと、はい、もうだからあの再販を望まれてる方は、はい、もうまさにタマンドは5、6です。あ、これを使っていただけたらね、はい、ということで今回はあの非常に視聴者さんも喜ぶような話を、手短でしたけどね、あと自分がちょっと煽ってあの新製品情報までちょっと聞き出してしまいましたけど、はい、ぜひ非常に喜んでいただいていると思います、はい、ということで、テイさん今回はありがとうございました、はい、ありがとうございました、皆さんそんな感じでした。